早川智博、天保15年7月24日大正7年1月22日は、日本の武士、管理、実業家、政治家。小倉藩に、藩士、早川慶兵衛の長男として生まれた。慶兵衛は七国二人ぶちか目付役という敬拝だった。長崎へ留学、数学や外国語を学んだ。1873年に土木料の管理となった。 1878年、ノベル地公内務省土木局出張所主任として、赴任した。1880年、宮城県土木課長に就任。1882年、落成の仙台警察署の庁舎を設計した。1883年には、低山運河の改修を行ったが、船入り掘り、新掘り、木栄掘りの各掘りを総称して、低山運河と、 初めて命名したのは早川であった。1887年、管理の職を離れて早川組を設立、東北地方や北海道で土木事業を行うなどして財を成した。1891年、仙台商工会議所の初代会頭に就任、在任中には仙台山形間の鉄道建設を政府に請願するなど努力した。1898年、 国立銀行から株式会社に転換した77銀行の監査役に就任したが、この時、同銀行の専務取締役に就任したのは、後に第4代仙台市長となる和立誠吉美であった。1903年、早川は第3代仙台市長に就任。日露戦争期をまたいで、1907年まで務めた。その後は、宮城県農工銀行監査役。 戦北カルビン鉄道株式会社の監査役などを務めた。早川は邸宅を宮城郡七郷村南小泉屋座炭屋屋敷に構えた。また、氷上瓦に早川牧場及び早川農場を建設した。早川牛乳は明治期から販売されていたという。1910年2月24日、乱受報賞受賞。 1918年1月22日に病死。仙台市若林福神寺の松根寺には、早川の墓所と記念碑がある。妻、長氏は、美の大垣藩主であった大垣と岳の出身であり、息子は、企業再建の神様と呼ばれた早川主さんである。また、東園に、ソニーの創業者、森田昭夫がいる。養子の早川一万一は、 東北帝国大学農家大学畜産科卒業後、友弘の家督を継いで、早川牧場を経営する片原東洋、刃物株式会社取締役のほか、宮城県農工銀行や東北印刷の重役を務めた。一万一の兄弟に小野田セメント社長、福原栄太郎、衆議院議員や下関商工会議所会頭などを務めた、増谷恩さん、宇野島鉄道社長、 かしわぎかんぱちなどがいる。ありがとうございます。